プロレス界の神、不滅の闘魂が戦いのテーマに乗って入ってまいりました。社長、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー235ポンド頑張れ、ビクトリー武蔵頑張れ。ああ、赤コーナー255ポンド三沢光晴。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。カウンターで返します。ショルダータックルで倒します。切り返します。掴みます。蹴りを見舞ってまいります。顔面を狙ってまいります。掴んだ。鉄拳を見舞います。走り込んだのエルボー。掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。掴んだ。エルボー組みに行きます。ロープに振ってタックルでぶちかまします。ストンピングを叩き込んでまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。ロープに飛ばした。行くのか。返してまいります。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。逆に返します。鎌型の体勢に入ります。あっと、キャッチした。パンチで返します。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。弓を引くナックルであります。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。相手を挑発してまいります。この辺りの関節攻撃いかがです。うーん、ちょっと浅いですかね。そうですか。組み合います。ロープに振った。ショルダースルーで投げてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ。エルボーでブロック。掴みます。顔面を狙ってまいります。腕を回します。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。ホイップしてまいります。フェイスロックに入ります。ブロックします。鉄拳を見舞います。ロックアップ、あばら折りに持っていきます。
行くのか。あと返します。アームブリーカーに取ります。組み合います。返してまいります。スタンディングを取らせます。ガードします。引き起こします。逆に返します。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。フロントに捉えます。あっ、逆にパンチ。あっと倒していった。そのまま体固め。ロープブレイク、ロープブレイク、組み合った。あっとコブラツイスト。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。逆に返した。カウンター気味に入りましたよ。グロッキー状況か。うまく切り返した。小脇に抱えたバックドロップ。立たせていく。外した。ガチッと組み合った。10メレッツゴー。場外に落とした。いけるか。あと逆に倒した。引き起こす。ジャーマン。あと逆に返した。回転してのエルボー。強烈タックル。起こした。バックに回った。マンジががっちりと決まったぞ。ここでロープブレイク。抱えた。ブレインバスターで投げつける。カウントは入る。ロープに逃れた。あと逆に捉えた。あっと返した。奥歯を噛みしめた。ゴリラホールパイルドライバー。体を預ける。カウント2。返しました。抜くのか。あっとエルボー。放っていくのか。ミサイルキックが発射された。ストンピング。抱き起こす。バックを取って打たせない。ガードした。組み合った。あと逆に投げていった。立たせていく。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。コーナーに登って、急降下ニートラップ。頭を掴んでワンツーフィールド。蹴り上げていく。引っこ抜きか。バックに回った。あっと返していった。バックを取って、さあがっちり入ったぞ。これは決まってますね。腕を取った。15分経過。腕折りか。掴んだ。エルボーの連打。バックを取って抱え上げて、バックドロップ。抱き起こす。トップロープを奪う。ダイビングエルボー。首根っこを掴んだ。弓を引くネックラロー。起こした。円錐切り。あっと逆に腕を取って、そのまま腕しぎ。岸壁の母の胸に抱かれました。今頭打ったんじゃないですかね。猛天したたか打ちつけたか。そのまま腕を決めていった。ロープに逃れました。
腕を取った、腕折りに持っていった、引き起こす、腰に手を回す、ジャーマー、綺麗な人間鏡、ロープブレイク、引き起こす、バックに回った、スリーパー、落とすだけ、カバーした、中身の濃い、水田の濃いこの試合、カバー